それでは第1回絶対に笑ってはいけないネタ会議を始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。とても真剣な場なので、うん、笑った人にはこちらの針線で引っ張かれます。はい、はい、真面目にメインフェーズのためになるようなネタを出していきましょう。はい、はいはい、お願いします。お願いします。じゃあまず何かネタある人。俺か。じゃあ、かずしくん。はい。何かお願いします。うん、やはり最近、外企画、もう夏に入りますよね。外企画っていうのを、やっぱり少しずつ出した方がいいかなと。確かに。なるほど。うん、僕たち、いろいろ野球とか、サッカーとかやってきましたけれども。はい、何をやっていくか。はい。ばっ最近、タバコの動画とか上げていまして、あ、まあ、全員喫煙者なので、はい、まあ、体力が著しく低下してると思うんですよ。うん、そうですね。それにちなんで、うん、ご老人とか助けたいんですよ。おー、いいね、しかもね。でも、ご老人を助けるっていうスポーツがあるかもしれない。ないです。あ、ないです。スポーツって言い方は悪いですね。あー、ちょっと確かに。確かに。まずい。うん、それはそうでしょ、うん。はい。顔がうざいんだから。うん、笑ってるじゃねえか。うん、ネタ笑ってるじゃん。ジュナイザーは何かあります？最近フレンドリーな話、タイムリーな話で言うと、フレンドリー、タイムリー、あ、タイムリー、タイムリー、まあ、タイムリー、フレンドリーって聞こえたから、フレンドリーな話で言うと、聞いてる、タイムリーな話で言うと、タイムリーな話で言うと、やっぱディズニー、ああ再開したんで、そうですね、はい、そうですね。ギャップを生かしたこう企画ができればいいですよね、ディズニーね。多分新規の人とかは、うん、ちょっと悪そうなというか、タバコとかもありますからね。そうなんですよね。大学生みたいだからね。うんうん、そうですね。まあ、ねちゃんと25なんだけどね、みんなね、本当恥ずかしくなってくるね。いいよ。いい年こいてね。いいよ。だってお前もいい年こいて。これでどう？25歳の人が小学生のなんかやったりとか、うん、過去にやりましたもんね、小学生の問題とかね。あ、そう、うん、確かにね、まあ、そういう小学生の問題とかもやってきましたけど、小学生の人もいるんですよ、うちには。桁が読めなかったり、漢字間違いが多かったり、あ、昨日とかも雨の中サンダルで走って思いっきりこけたり出てきたやん。ほらね、笑っとるやん今日。だからボートレースしなくていいんで、左だけしないよ。なんか焼きたてのクッキーみたいですね、この表面が。カントリーマームの実写版みたいな感じですよね。実写版、うん、あれ実写で。さっきのギャップをつけるにあたって、やっぱ本体のキャラがないといけないじゃないですか、わかりやすい。あ、うん、まあ、なんか最近2人は結構日々悩む時が多いじゃないですか。俺とかも特に乳首小さいとかしかなくて、それをどう動画に落とし込むかみたいなのが、いまいち分かって、なんか乳首小さい人って結構いるやん。いやいや、視聴者根付いてないと思いますよ。俺らは根付いてて、もう。これは誰を叩けるの？全員。やめなよ、師匠こういうは。すいません。紙一重な感じあるんですよね、正直。そうだね。北村とかもさ、やばい動画多いやん。そうですね。初めての人が見たら、うわ、めっちゃ面白いって思うかもしれないし、うん、これガチやばい人だ、やってる人だって思われる可能性もあるんですよ。特に君もね。ああ、若かったし。まあ、見る動画によってはみんなそうだよね、多分ね。うん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 。あ、ムーじゃない、間違えた。あいつ違う。肩幅キャラも浸透してきましたけどね。そうですね、最近ね、すごい浸透してきて、やっぱもう肩幅チャレンジとかもやりたいけどね。うん、なんですか、じゃあ、どういうもうチキンレースね、リタ以外の4人でリタの肩幅ギリギリを攻めろみたいな幅を作るのよ。で、こうリタをこうスケボーとかに乗らして、こう、あー、自分でコントロールできなくして、そうそうそう、このままリタをシューって通して、うん、ガンって当たっちゃうのよ。当たったらアウト。そうそうそう、なるほどね。当たったらピーって電撃足に乗りたい。なんで俺なんで仕掛ける人だろ。めっちゃむずいぞ。チキンレースだもんね。うん、なんで俺
グループでやってると、うん、みんな一緒に見えたり、うんまあ、キャラが立ってないと、うん、ピンとこなかったりパッとしないっていうのはあると思うんですよね、やっぱり、うん、多分一番印象ついてるのがガチヤマのそうヤンキーとかコアモテみたいな感じだと思うんですよね、うん、まあ、うん、この辺にしときます。まあ結構、うん、青まで出たんでね。そうですね、まあ、10個ぐらい決まりましたね、うん、第1回はいはいの笑ってはいけないネタ会議はこれで終了ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターのフォロー、そしてインスタのフォローもお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。フェイダリー。